もどかしい試合の続く FC 東京、怪我のカボロに代わって先発出場の平山に期待が集まりました。まずは前半13分、コーナーキックのチャンスに平山。直後の15分には中央で平山がボールをキープ。サイドを駆け上がった長友が抜け出しますが、シュートは打てません。一方のサンガもディエゴのパスを受けたパウリーニョが狙いますが、攻撃に精彩を欠きます。試合は FC 東京ペース。35分、平山のパスを羽生がシュート。2列目から飛び出した羽生が中央を崩しますが、ゴールを奪うことができません。続く38分、今度はサイドを崩して最後は石川。後半も攻め続ける FC 東京、鈴木達也のクロスに平山が頭で合わせますが、最後までゴールを奪えず試合終了。平山を軸に19本ものシュートを放った FC 東京、痛い引き分けです。結果的に勝ち点2を失ったという印象を持ってます。非常に悔しいです。我々の今用いる中で機会を極力辛抱してつないで作ろうという努力は、僕は下を向く必要はないと思ってます。